Abogado from Mexico! Abogado from Mexico! Abogado from Mexico! はい、今日は爆速で質問コーナーやっていきたいと思います。はい、今日はですね、Twitter と Instagram の方で皆さんから質問をたくさん募集したので爆速で答えていきたいと思います。はい、やすくん初めての質問コーナーということで早速やっていき、はい、事故った。それでは早速やっていき、マジョンプラプラブ。サナマルはぶりっ子で、エポポはヤンキーで、ヤスくんはセクシーで挨拶してください。おはるー、エポポでー。おはろー、サナマルです。おはろー、ヤスです。中学生の頃どんな性格でしたか？元気、やんちゃ、人見知り。他の YouTuber とコラボしたい人は誰ですか？東海オンエア、北の内たち、きりたんぽちゃん。エポポちゃんとサナマルちゃんとヤスくんのカラオケのお箱は、え、お箱って読むの？お箱。乃木坂のガールズルール、ガッシュビルの主題歌のかさぶた、リサさんのグレンゲ。犬派、猫派。猫、猫、猫、猫。うるせえ。好きなタイプを聞きたいな、かっこ見た目とか性格とかも。前髪センター分けの優しい人、かわいい一途、優しくて黒髪。それぞれ好きな食べ物を一つずつ。チョコレート、ナン、じゃがいも。もし入れ替わるとしたら誰と？この3人でってこと？3人にしようか。せーの、やすくん。あ、え、俺入れ替わってないじゃん。俺は俺のままで。学生の頃丸々しとけばよかったとかある？私は勉強。俺は中高生だけど恋愛。私は留学。みんなで変顔。3、2、1、どうぞ。スクショタイムください。小さい頃の夢はピアノの先生です。サッカー選手、キャビンアテンダントぽいね。 S オア M、 せーの、 M。 時と場合による。なんて言った？中間。時と場合による。 M。 好きな異性の髪型は？前髪こういう人、セミロング、ザ・ドクモって感じ。クワガタ、クワガタのやつ。これ真ん中にこうやってタバカを集めてくる。そう、そうなんだ。みんなはどうやって出会ったの？せーの、プラプラブ。関西弁で好きやでって言ってほしいです。好きやで、ほんま好きやで、ほんまに好きやで。好きな匂い教えてほしいです。石鹸の匂い、シャンプーの匂い、金木犀の匂い。休日はどう過ごしてる？寝る。秋葉原に行くか、寝るか、アニメを見る。部屋の模様替え。元彼のことを忘れるにはどうしたらいいですか？牛タンを食べれば。オッケー。寝る。めちゃめちゃ泣く。足の指壁にぶつけて。今日は友達と遊ぶの楽しみだな。痛そう、小指が。はい、ランラランラランラン。あー、全身全身ダボクじゃない？もう、はい、やばい、近く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 。ちー、せーの、マジマンジ。せーの、マジマンジ。一番漏れた自撮り公開。せーの、ドン。漏れてんね、みんな。全力でやばいでしょ、歌って。いや、やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。いや、ビルゲイツ。いや、イルミナティ。それ、あはははは。あは、ほほほーい。気づいてない、動かない、日本人。あけおめはーい。全然あけおめじゃないけど。はい、次、巨大風船爆発。あれ、お待たせって、あれ、二人とも寝てる。おねむの子たちを起こしちまおう。出れる。エポポから見ちゃおうか。はい、じゃん、グチギャン。あ、じゃあちょっとあの人もらいます。まず所持金こちら5000円。5000円しか入ってねえ。ちょっと面白いもん入ってねえな。はい、次、サナマル。はい、コーチ。コーチですね。おー、俺もサッカーやってた時いた、コーチ。コーチの人いた。お、え、すごい、なんかお札すごい入ってない？仕事守り。どうですか、仕事運は。絶好調ですね、皆様のおかげで。じゃあもう爆速で、あとまあ領収書、あとジムのカード。はい、次、ちょっとこのほつれが目立つけどね、ルイ・ヴィトンのお財布ですね。10万する。ルイ・ヴィトン。え、カード多くね。うん、やばい。いやね、今日はたくさん入れてきちゃった。やばい。こちら、じゃん、9000円。はぁ、え、これ何、これ、これは何それ。あ、これはちょっと今は亡くなってしまったおばあちゃんのお手紙ですね。え、入れてるの？そうなんですよ。いいね、もらってちょっと宝物としてね。私の孫として生まれてきてくれてありがとう。もうこれ字が書けない状態になって、それでも頑張って書いてくれたやつだったから。立派な大人になってください。いつも天国でおじいちゃんと見守っています。
何でも一生懸命やる子だ。だからきっと幸せな将来が待っていると思います。おばあちゃんはいつも信じています。病気に気をつけてさようなら。ねえ、やば、泣いちゃうね、泣いちゃうね、やめようね、ちょっとね、泣いちゃうね。そう、これは俺なんか会った時にいつも見て、うん、元気つけられるね、おばあちゃんからの手紙だからいつも入れてます。やっぱお手紙っていいよね。これで頑張ろうって思ってね、頑張れてます。なんだ、しんみりしちゃったじゃん。もう泣いちゃったよ、ほら。やすくんのお財布には心温まるものが入っておりました。プラプラブ。整形してる？してません。一切してません。してません。したいっていうのはあるけどね。自称顔面国宝過去で。初体験はいつ？せーの、16歳。私は初めて発表会とかやった日、人前で、うん、私は初めてこの世の中を見た年。俺は何がとは言わない。はい、行きましょう。次行きましょう。ボンボンのメンバーと絡んでみて。よし、絡みに行こう。行くよ。今ちょっといいですか？いや、ダメです。今ちょっといいですか？失礼します。ちょっとやめてください。何も出してませんよ。失礼します。どうしたんですか？何ですか？プラプラの質問コーナーあるんですけど、はい、それでボンボンと絡んでほしいっていうコメントがあって、はい、はい、まあ、やすくんが初めて、すっごいすごい、なんか、初めまして、ちょっと並びたくないんですけど、顔ちっちゃすぎるんだよ、ほんとに。一緒で、いやー、だから一日レンタルするんで。あら、僕ですか？じゃあ、よろしくお願いします。すいません、それちょっと何よ、ほんとに。でも、ほんとめちゃめちゃ僕見てたんで。え、マジで？一緒できて、もう、あ、じゃあ、ちなみに、推しメンバーは誰ですか？僕、ヨッチさんですね。あらー、マジか、よかったじゃん、ヨッチ。好き、絶対女子だと思ってた。絶対女子だと思った。僕、ヨッチさんなんですよ。いや、もう、男の子はヨッチだよ、男の子はね。急に自信、私も急に自信。え、ヨッチのどういうとこが好きなの？え、なんか、動画上だったらいろんな役柄が出てくる。うん、動画上だったら。いや、本当でもよ、テンションめちゃめちゃ高いんですよ。おー、めちゃめちゃすごい。じゃあ、まだヨッチの全てを知らないですよね。そうですね。という感じでありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今回はこれぐらいになります。いや、遅い。で、2人は誰推しなのかな。帰りましょうか。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。逆立ちしながら授業も何回言える？はい。すごーい。疲れたー。俺の優勝や。プラプラ。